大江川は愛知県名古屋市を流れる普通河川。なお、本港では上流に相当する中井用水についても記す。江戸時代の神殿開発と明治末期にかけての埋め立てによる名古屋港整備で形成された人口の河川だが、水質の悪化などから現在では流域の半分近くを暗渠化して大江川緑地が置かれている。大江紐がある南区元潮町付近は、 江戸時代初期には、大江港と呼ばれており、周辺の悪水と複数の流れの河口があった。文政5年に刊行された、地事、軍村巡航期では、漢文年間には、多数の船が出入りする港として使用されていたとの記述があるという。周辺の干拓によって、入り江となり、やがて現在の大江川となったが、かつて漢万の差が4メートル近くあり、 昭和初期には改作、拡張して運河にする計画があった。川口から大江川緑地までの約2キロメートルと、大江飛門から国道1号までの約500メートルで地上に姿を見せ、国道を渡った先で、中井用水と名を変えて、再び暗居となるが、付近では、ゴミの不法投棄などもあって、水質はお世辞にも綺麗とは言い難い。 河川延長は公式には 3.5km、川口から上流方向で橋の欄干に、大江川の名が、最後に確認できる国道1号付近までで約 4km、あるが、中井溶水を含める説では、約 12km となっている。大江川には3カ所の紐が設けられている。中井溶水は、天白区の蚊屋ごとした池を水源とし、天白区、水北、 南区の丘陵地の水を集めて流化していた。本寺村の七湖水田、水袋神殿の灌溉用水として作られたと考えられており、現在の南区赤坪町付近で天白川に合流して、上流域では、矢戸川、中江川とも呼ばれていた。天白川本流の川底が高くなって、排水困難となったため1741年に、この流路は、 廃川となり、その後は、大江港に向かう流れとなったようである。舗装や下水道の普及による流量の減少と、水質の悪化により1980年から1990年にかけて、ほとんどが暗渠化された。暗渠化された、用水路上の一部は、中井用水緑道として整備されており、国道1号付近から街中を進み、途中で分岐して、一方は、 笠寺公園付近へ、もう一方は、天白川と、並行しながら、水北井の元町の中根公園へと至る。ありがとうございます。